どうも、つまきです。漫画読んでますか？ジャンプの打ち切りについて皆様どうお考えでしょうか？今年週刊少年ジャンプで打ち切りになり SNS で話題となった作品が2つあります。明日にかけるとグリーングリーングリーンです。今日はこの2作の打ち切りについて解説していきたいと思います。早速どうぞ。明日にかけるは2023年29号から2024年11号の間に連載されていた格闘技漫画です。実家が道場で幼い頃から祖父が作った明日美流総合武術を習っていた冴えない男子高校生が総合格闘技 MMA と出会い、総合格闘技の技と明日美流武術を掛け合わせその才能を開花させていくという話。日の丸相撲でアニメ化経験のある川田先生ということもあり、漫画ファンからの期待値が高かった作品です。 MMA というジャンプでは珍しい題材を取り扱った意欲作でしたが、単行本全4巻で打ち切りとなりました。そしてグリーングリーングリーンズの2023年52号から2024年28号の間に連載されたゴルフ漫画です。何事にも熱意を持てない高校生がプロゴルファーを目指すヒロインとの出会いをきっかけにゴルフを始めのめり込んでいく話。作者さんは過去にジャンプでラグビー漫画ビーストチルドレンを連載していた寺坂健人先生。ビーストチルドレンと同様、単行本3巻で2作連続の打ち切りとなりました。ではこの2作品がなぜ打ち切られることになったのか考察していきます。この2作品が打ち切られた理由にはいくつかの共通点であります。まず題材が読者に馴染みが深くないスポーツだったこと。ゴルフも総合格闘技も正直なんとなくでしかルールを知らない人が多いですよね。そうなると当然作品に対するとっつきにくさが読者の心情として現れます。両作品ともそこの壁を序盤で越えられなかった、読者の心をつかめなかったというのが一つあると思います。同じく日本の若者に馴染みのないスポーツを題材にした大ヒット作アイシールド21を例に挙げてみます。アイシールド21は3話までアメフトをしません。ルール説明もほとんどなし。その代わりセナ、ヒルマ、クリタという主要キャラを徹底的に描写しています。主人公セナはどういう性格で何が得意なのか、ヒルマ、クリタというキャラはどんな人物なのかを最初3話でしっかり描いて、読者をキャラクターのファンにすることに成功しました。そしてこの漫画は彼らがこれからどんな活躍をする物語なのかをしっかりと読者に伝えています。4話目から試合が行われ、そこで大まかなルール説明が行われるんですが、読者はそこでルールのわからないアメフトの試合を見るんじゃなく、アメフトの試合で活躍する好きなキャラクターを見るんです。そうやって序盤の知らないスポーツへのとっつきにくさという壁をクリアしました。では明日にかけるとグリーングリーングリーンズはなぜ序盤で読者をつかめなかったのか。まず明日にかけるは1話目から主人公が活躍します。主人公は気が弱くて平和主義者だけど、実は強くてやるときはやるという描写がされていて、これってアイシールド21の1話目のセナと同じなんです。じゃあうまくやってるんじゃないかと思いますよね。地味だったんです。ものすごく総合格闘技というルールがある、実在する格闘技が題材である以上はルールにのっとった試合をする必要があります。これは当然。でも少年漫画なんだから、その枠内でいかにハッタリを効かせるかが大切だったんじゃないかと思います。つまり派手な演出や必殺技ですね。主人公の設定が関節技や締め技を得意とするグラップラーというのが漫画的に非常にネックで、絵的に派手さや爽快感がない締め技や関節技を多用します。ジャンプ読者の少年たちは果たして締め技で相手がタップして勝利を収めるシーンを見てかっこいいと思うでしょうか。思わないですよね。やっぱり向かってくる相手に派手に殴り勝つ姿が見たい読者が多いと思うんです。前作の日の丸相撲では1話目から相撲を取っていけつかない不良を相撲でぶっ飛ばしていました。その次には強豪校の主将と取り組みをして派手な必殺技で勝利しています。この技は実在する技ですが、オリジナルの名前をつけてかっこいい演出で漫画的な技に仕上げてるんですね。ちなみにそこが3話目、テンポもいい。結果日の丸相撲は相撲という若者に馴染みがない題材だったにもかかわらず人気を得てアニメ化を果たしています。
格闘技漫画の割、最初の数話で主人公の活躍が地味だった。これがまず序盤で読者をつかまなかった理由です。そしてグリーングリーングリーンズ、これは典型的な序盤の展開でこけてしまったパターンです。1話目で主人公はゴルフと出会う。2話でゴルフの練習をして、実は才能があることが読者に知らされる。こっちは構成が実はアイシールド21とまるっきり同じです。大きな違いは、こっちは主人公がゴルフの楽しさを実感するのに話を使ったところ。2話の時点で主人公はゴルフを好きになってはいるけど、読者はまだ主人公を好きになれていないんですよね。だって打ちっぱなしのゴルフ場でクラブを振って、ゴルフって楽しいかもって思ってる段階だから。社内主人公がゴルフに熱中していく様を丁寧に描いた作品なので、2話目の時点で読者にとって主人公はまだ軽薄で夢中になれるものがない男のままなんです。そしてそのまま始まるゴルフの飛距離対決、これに3話かかります。キャラクターを好きになれていない状態で、よくルールの知らないゴルフの飛距離対決を3週間にわたって読むというのは結構しんどくないですか？それも主人公は相手からハンデをこれでもかというぐらいもらうから、勝利の爽快感も薄い。この対決が終わった後、掲載順位はすでに下位となっていました。作品のコンセプト的に主人公が最初からかっこよく活躍するのはおかしいし、作者さんが書く態度はそういうのじゃないだろうなというのは伝わります。ただ少年ジャンプでそれをやるにはよほどうまくやる必要があったのかと思います。他にも共通点として、両作品ともキャラクターの弱さが挙げられます。これは特に明日にかけるが顕著だったと思います。強烈な個性を持ったキャラクターが不在で、見ていて楽しいキャラクターがいなかった。次は何をしてくれるんだろうと思わせる、行動に期待をさせてくれるキャラクター。最初のアイシールド21の話にも通じますが、明日にかけるは主人公を含め読者を引きつけるキャラがいませんでした。弱かったのはキャラ設定だけではありません。MMA という競技の特性上、登場するのは大人の男が多く、花があると言えるキャラクターは主人公の兄くらいでした。作中の最大の敵を魅力的に描けているのはさすがでしたが、画面にとにかくおじさんが多くて花形さに欠けていました。あとこれは完全に好みの話になりますが、ヒロインの見た目がメガネ、アホレ、ヤエダという平成初期すぎるキャラデザだったのも悪かった可能性も、まあこれは人によりますね。ちなみに前作日の丸相撲屈指の人気キャラである国崎千尋が登場します。作品の起爆剤となる動きが期待されましたが、メインキャラではないので影は薄く、何より日の丸相撲が連載終了していたのが2019年なので、彼を知らない読者も多くおり、人気の獲得には至りませんでした。対してグリーングリーングリーンズはキャラデザ自体はシュッとしていて、姫駒の演出もしっかり見せることができていて、画面の華やかさはあったと思います。ただやっぱりとにかく主人公のキャラが弱かった。主人公の目標や夢がぼんやりしていました。多くの読者はジャンプ主人公の夢を一緒に応援したいんじゃないでしょうか。これもやっぱり作品コンセプトの問題で、主人公の成長をゴルフを好きになっていく過程からじっくり描く作品なので、おそらく連載が続けば明確な大きな目標を持つに至ったんだと思います。コンセプトがジャンプ読者と合っていなかったと言ったらそれまでですが、せめて何か一つ最序盤から主人公に夢や目標を持たせられたら、主人公の魅力ももっと引き出せたんじゃないでしょうか。主人公以外のキャラクターはどうでしょうか。ヒロインと途中から主人公の友人となるキャラクターが出てきます。おそらく彼とヒロインがこの作品の一部読者からの熱狂的な人気を支えた立役者なんでしょう。ここでこの2人が作中不動の人気キャラとなった理由を考えてみましょう。2人ともプロゴルファーになるという明確な目標を持ち、努力を続けています。他人に冷たい物言いをすることがあるけど、それはゴルフに本気だから。はじめは軽い主人公に敵意を見せるけど、主人公の努力や思いを知って心を開き、良き理解者となる。そうです。やはり夢に向かって本気で頑張ってるキャラクターなんですね。グリーングリーングリーンズは、キャラクターや物語にドラマを作るということの大切さを改めて感じる作品でした。しかしこの主人公の友人キャラ、登場するのは先日した人気を落とすきっかけになった一人勝負の後。し
北野はじめは嫌味なやつという印象を与えるように描かれており、彼が主人公に心を許す話にさらに2話を費やします。この時点でライトな読者の心はもう離れてしまっていました。さらに3つ目の共通点、ヒロインの試合に多くの話を費やしたこと。スポーツ漫画やバトル漫画において主人公以外のキャラクターの戦いって面白いんですよね。でもそれは主人公をしっかり描いた上で他の魅力的なキャラクターたちを描いていればの話。蓮見翔では序盤に主人公が因縁の兄弟対決を経て強くなりたいと決意した次の話から3話かけてヒロインの試合を描きます。読者が明確な目標を持った主人公がこれから活躍するんだろうなと期待した次の話からヒロインメインの話が始まるんです。僕は正直肩透かしを食らいましたね。しかも対戦相手もゴッドデドキャラ。主人公以外のキャラクターの試合を面白く書くのに大切なのはキキキャラクターの魅力がとても大きいです。良いキャラクターではありましたが魅力を引き出すほど話数を割くわけにもいかず、結果読者としては退屈な展開になったことは否めないでしょう。話として序盤の盛り上がりところが終わった直後だったから、ここで主人公の活躍を書き続けていれば違う未来もあったんじゃないかと思います。ちなみにこの作品はそれ以降もヒロインの試合が描かれます。おそらく主人公とヒロイン2人の格闘技人生を軸にして書いていく予定だったんでしょう。ヒロインはゴリゴリの打撃系なので寝技組技を中心に戦う主人公の代わりにここで派手さを出そう、男ばっかりだからここで女性キャラの華やかさを出そうという意図もあったのかもしれません。グリーングリーングリーンズの方は主人公の初コースを終えた後、物語としては終端にヒロインの試合を描きます。作中屈指の人気キャラをメインに据えた長い試合、正直これはペコ入れだったんじゃないかとも邪推しています。人気あるキャラをメインに据えた話で作品の人気獲得を目指したとしたら戦術としては真っ当。ただやはり敵キャラの魅力を引き出す話を作るほど話数に余裕がなかった。魅力的な敵キャラを作れなかった。つまり単純に人気キャラをメインにしたけど面白い試合をかけなかったので人気獲得できないまま作品は終焉に向かいました。グリーングリーングリーンズのヒロインの試合がテコ入れだったとすれば、2作品がそれぞれヒロインの試合に話数を割いた理由は違います。がどんな理由であれそれを書くには敵キャラの魅力を引き出すことが大前提で、どちらもそれができなかったということです。そして4つ目の共通点、これは長所でもあり短所でもありますが、両作品とも丁寧に書きすぎたです。丁寧ならいいじゃんと思うかもしれませんが、なあ聞いてください。何事も丁寧に書くということはそれなりの描写をしているわけで、テンポや勢いが失われてしまうんですね。作品全体を見れば両作品とも別にテンポが悪いわけではないんですが、逆に言えば過剰な丁寧さを除けばもっと勢いがあって超テンポがいい作品になったとも考えられます。ストーリーに穴がないように、キャラクターの行動に矛盾が生まれないように、一つ一つ読者を納得させながら話を進めてくれるんですが、特に少年漫画ではある程度勢いで推し進めても面白いと僕は思っています。キャラクターの行動原理が整っていたり、展開が都合主義すぎなければ、あとはキャラクターの心情をこと細かに描写せず読者に想像させるでいいんじゃないでしょうか。蓮見翔もグリーングリーングリーンズもそれが作品の良いところではあるんですが、特にスポーツ漫画なんだからもっとドライブ感があれば良かったですね。そもそも週刊少年ジャンプでスポーツ漫画のヒット作というのは実は驚くくらい少ないんです。ヒット作の基準を分かりやすくアニメ化した作品と考えると、少年漫画史の絶対王者週刊少年ジャンプ55年の歴史の中で12作しかありません。意外ですよね。これがアニメ化したスポーツ漫画の一覧なんですが、さらにこの中のプレイボールリングにかけるライジングインパクトは連載中ではなく連載終了後何十年も経ってからのアニメ化です。ランクでスポーツ漫画の大ヒットはハードルが高いということですね。当たった時の一発はめちゃくちゃでかいんですけどね。あとはこれは蓮見翔だけの話になるんですが、主人公がヤングケアラーで認知症を取り扱ってるのもまあ僕は好きなんですけど、暗いですよね。介護にやりがいを感じていて将来の夢にもなっているっていう風にしているのはさすがのバランス感覚ですが、まあ
フライですよね。少年漫画でこれされても読者が喜ばないですよ。長くなりましたが、以上が明日にかけるとグリーングリーングリーンズが幅広い人気を得られなかった理由だと考えます。これだけいろいろ言いましたけど、僕はこの2作品が嫌いだらけではありません。特に明日にかけるに関してはむしろ大好きで単行本も買っていますし、ジャンプのアンケートでも毎週投票していました。今まで挙げた理由からジャンプ読者には合わなかったというだけで、作品自体はクオリティが高かったと思います。全体的に見て少年漫画じゃないんですよね。青年漫画誌で青年漫画を読みに来ている読者層に対して発表していたら、人気が出た可能性はめちゃくちゃあると思います。明日にかけるはとにかく大人の描写がすごく良かった。主人公が地下格闘技イベントに出る際のジムのオーナーの動きだったり、主人公とアミが初対決した時に止めに入った選手だったり、とにかくちゃんとしてて頼りになる大人を描いてくるのが非常に読んでて気持ちいいです。主役たちが子供で大人がバカしかいない漫画って結構あるんですよ。僕あれほんと嫌いなんです。大人が大人として子供を導いているっていうだけで作品への安心感が段違いな作品でした。グリーングリーングリーンズは何度も言ってますが、作品コンセプトがジャンプに致命的に合わなかった。作者さんは多分序盤はゴルフ漫画じゃなくて空っぽな主人公がゴルフに夢中になっていく漫画を描きたかったんだと思います。その思いは作品からすごく読み取れたし、実際そういう作品作りには成功していたと思います。熱狂的なファンがついているのは、熱狂的なファンがついているんですよ、この作品。この後解説しますけど、熱狂的なファンがついているのはただのゴルフ漫画じゃなくて、キャラクターの変化や成長をしっかり描けていたから、だから一部の読者をめちゃくちゃ刺すことができたんです。言葉にしない表情での心理描写や心の揺れ動きを描くのがすごく上手い作品でした。はい、いかがでしたでしょうか。作品が人気を得られなかった理由、ご納得いただけましたか。最近の打ち切り作品の中では読者からの支持も大きく共通点がある作品だったので、まとめて動画にさせてもらいました。ちなみに両作品とも連載終了後 SNS で打ち切りが話題となりました。特にグリーングリーングリーンズは X のトレンドに上がるほど読者の反応は大きいものでした。明日にかけるは惜しまれつつも残念仕方ないかといった感想が多かった印象。一方でグリーングリーングリーンズの方は打ち切りなんてひどいといった怒りの意見や、それだけでなくジャンプのアンケードシステムをやめるべき、アンケートは時代遅れという過激な意見も多く出て、バズっているポストも賛成しました。これはファン層から起きた違いです。明日にかけるは漫画好きから概ね評価が高く、また男性ファンが多い作品でした。なので打ち切りに対しても仕方がないと一定の理解を示され、作品にのめり込んでいた熱狂的なファンは少なかった。グリーングリーングリーンズのファンは女性が多く、作品に対する熱量が大きかったです。もっと続きを読みたいという強い思いから、そのような意見が多く出るのだと思います。そんなファンの人たちがいるのは作者さんとしては非常に心強く嬉しいことだと思います。好きな作品が終わって悔しい、寂しい、その気持ちすごくわかります。自分が好きな作品が終わった時に安定の至上主義をやめろと言いたくなる気持ち、よくわかるんです。でもそのアンケート市場主義があって、数々の打ち切り作品の屍を超えて今自分が好きな作品を読めているんです。つまり何が言いたいかの言うと、好きな作品は毎週アンケートを送って応援、単行本は発売後なるべく早く買う、そこまでやってるならあとは友達に布教して祈る、終わってほしくないならみんなこれをちゃんとやりましょう。お気持ちだけじゃなくしっかり形として応援して、みんなで作品を支えていきましょう。長い動画になりましたが、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価していただけるととても嬉しいです。また賛同意見だけでなく反対意見のコメントでもいただけると僕が喜びます。それではまた、バイバイ。